今日は私が最近ハマっているウィンドシンセサイザーを紹介してみたいと思います。これが本体でですね、本体から音源といわれる、シーケンサーというものにつないでですね、音を出すアンプへ、つながっています。で約500種類の、音が入ってて、ここでも操作できますし、本体でも操作することができます。指使いは基本的にはリコーダーと同じで吹くことができます。裏にいろんなスイッチがあってですね、約7オクターブですね、の音を出すことも可能です。で、音程を変えたりですとか、サスティン機能ですとか、こういうベンド機能ですね、もついてます。では少し、音を紹介してみたいと思います。トランペットの音ですね。ご存知でしょうか、次はですね、バイオリンの音ですね。続きましてチューバーですね。こんな音ですね。続きましてテナーサックスですね。それからリード、私の好きなトゥルース吹くときに使う音ですね。こんな音ですね。あとギターとかピアノ関係、オルガン関係、ベース関係、ドラム関係も全部出せるんですけれども、オルガンの音をちょっと聞いてみましょう。このようにですね、いろんな音を出すことができるので、非常にいろんな曲をやるときですね、バリエーションがあって非常に楽しい楽器です。